はい、5月22日土曜日ですね。一応朝の時間5時半になってます。もう今日は相場動きませんけども、昨日予約投稿108.645で倍ということでね、予約投稿してその動画を皆さんにお届けしました。その後どうなっているかはこの図を見ていただければはっきりとわかると思います。108.645にしたのは前回と同じ理由です。一回下に下がったものがゾーンに触れると大きく上に跳ねるんじゃないかなという予測をしたときに、ここはこうなりましたよね。で、まあこのぐらいまで大きくならなくても多少はピップス伸ばすんじゃないかなと思って、今回こちらの方にさせていただきました。まあ30ピップスほど取ってエグジットということになりましたけども、いかがですか。じわじわと下がってきたものが、こうやって N を書きながら下がってきたものがですね、同じここの抵抗体に触れて108.645でまさにね、ドカーンと跳ね上げたと。これがだから、まあ、635ならまだしも600とかの切り板ではこうエントリーできてないわけですよ。まあ、ですんで利益を取り損なってるってこともあると思います。まあ、こういった形でね、昨日予告した投稿は回収できましたということでございますね。やっぱりね、予約投稿するってことは相当な自信ですからね。まあロットもそれなりに埋め込んでおります。まあ皆さんいかがだったですかね。昨日エントリーした方ははっきり言って少なかったかと思います。なかなかずっとねこの10日間方向性定まらないままに行きましたから。ただ今回みたいに予約投稿するぐらいの自信があるやつは相乗りしとってもよかったんじゃないかなっていう気はしますよ。あんまり煽っちゃいけないんでね、昨日は言いませんでしたけどね、私が予約投稿を動画で予告してセットするということは、まあそれなりに強い理由があったということと、その予約投稿108.645まで落ちてこなかったらそれはそれでね、玉が持てないんで何の損害もないということなんで、メリットばかり多い昨日のエントリーだったということです。でしっかりとね30ピップス前後取らせてもらって、しっかりとこれねロットも厚みをつけてましたからね。まあここまで行くとは思わなかったですけども、思わないまま行かなかった、半値戻しぐらいになりましたね。半値戻しね、覚えてます？半値戻し。赤でいきますよ。上から、あ、すいません、四角になっちゃった。上からぐーっと来たのが、半値ぐらい戻ったということですよね。どうでしょうか。じゃあ、今回は以上です。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。